Roland SP404 Mark II のバージョン3.02のマニュアルを見ながらマスターするという企画です。第57回目となりました。今回は117ページ目、プロジェクトを選ぶからやっていきたいと思います。プロジェクト1から16を呼び出します。プロジェクトを呼び出すと、サンプルの再生やパターンを制作する準備が整います。プロジェクトに関してはですね、 えー、こちらのバージョン3.02のマニュアルをマスターするという企画の第1回目にやりました。プロジェクトを選ぶ方法は、えー、こちらのシフトボタンを押しながら、えー、サブパッドを押します、はいえー。そうすると、えー、今使っているプロジェクトが、えー、点滅します。プロジェクトは16個。 保存することができるんですけれども、プロジェクトを呼び出す場合は、このボタンを押すと、プロジェクトを呼び出すことができます。例えば、プロジェクトの1を呼び出したい。はい、といったふうにですね、プロジェクトを呼び出す場合は、シフトボタンを押しながらサッパット、任意のパッドを押すと、プロジェクトを呼び出すことができます。118ページ目、プロジェクトを整理する。 プロジェクトをコピーしたり不要になったプロジェクトを削除したりすることができます。こちらもですね、通常のサンプルとかパターン、こちらをコピーしたり削除するのと同じ方法ですね。まずシフトボタンを押してサブパッド、セレクトプロジェクトというふうにこの表示が出ますので、こちらで例えばこちらの画面でコピーをして、 え、プロジェクト1をプロジェクトにコピーしたいというふうな方法ができます。ただですね、こちらあの、今全部プロジェクトが埋まっているんで、え、コピーすると上書きされてしまうので、え、こちらの方は注意してください。119ページ目ですね。え、プロジェクトを削除する。まあ、こちらも同様ですね。シフトを押しながらサッパッと押して、え、デリートボタンを押して、1。 を削除したい場合は一応してもう一回ディレートボタンを押すとプロジェクトを削除することができます。まあ、こちらも同様ですね、えー、注意プロジェクトを削除すると削除したプロジェクトを元に戻すことができないということなので取、えー、っておきたい場合はバックアップをするということをお勧めいたします今回は117ページ目から119ページ目のプロジェクトを削除するまでをやりましたプロジェクトですね、まあ サンプルを増やしていくとどんどんプロジェクトが増えていってしまうんですけれどもまあ整理したいときはこのシフトボタンを押しながらサッパッとで、えー、プロジェクトを削除するなりプロジェクトをコピーするなりしてみてくださいはい、えー、今回は以上となりますもしこの動画が役に立ちましたらグッドボタンをお願いいたします、えー、ローランド s p 4 0 4 m II のマニュアルを見ながらマスターするという企画は、えー、かなり終盤に差し掛かっているんですけれども もう少し続きますので、よろしければチャンネル登録お願いいたします。はい、ありがとうございます。